2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、死者・行方不明者合わせておよそ2万2000人、全壊家屋12万棟を数える大災害、東日本大震災を引き起こしました。今、東日本大震災を上回る甚大な被害をもたらす巨大地震への懸念が高まっています。南海トラフ巨大地震です。日本は世界有数の地震多発国。世界で起きるマグニチュード6以上の地震の実に2割が日本周辺で発生しているとも言われています。地震の多発主体は地球表面を覆う複数のプレートの境界付近とほぼ一致しています。プレートは硬い板状の岩盤であり、年間数センチメートルの速さで少しずつ動いています。プレート同士がぶつかる付近には強い力が働きます。この力により地震が発生するのです。日本の周辺では、2つの海側のプレートが、2つの陸側のプレートの方へ、1年あたり数センチメートルの速度で動いています。プレートの境界付近では、海側のプレートが陸側のプレートの下に潜り込み、海溝やトラフと呼ばれる、深い溝を海底に形作っています。そこでは海側のプレートの動きに陸側のプレートの先端部分が引きずり込まれ、歪みが蓄積していきます。そして限界を超えると元に戻ろうとしてずり上がり、地震が発生します。また同時に海底が跳ね上がることで海水が持ち上がり、津波が発生します。こうしたプレートの境界付近で発生する地震は海溝型地震と呼ばれます。その典型が日本海溝沿いの広い範囲を震源域として発生した東北地方太平洋沖地震です。地震の規模は日本の観測史上最大のマグニチュード 9.0 を記録しました。南海トラフ巨大地震は駿河湾から日向灘へと伸びる南海トラフに沿って発生する地震です。南海トラフ沿いの地域ではこれまでおおむね100年から150年の周期でマグニチュード8クラスの巨大地震が発生しています。今後も30年以内に 70% 程度の確率でマグニチュード8から9の巨大地震が発生すると予想され、最悪の場合死者は32万3000人にも達すると考えられます。その時、私たちは何を経験するのでしょうか。南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの報告をもとにシミュレーションしてまいります。
南海トラフ巨大地震では震度6弱から震度7の強い揺れが広範囲に及び数分にわたって続きます。この激しい揺れにより家屋の倒壊や家具の転倒などによる死傷者が多く発生すること、また家屋の倒壊などにより閉じ込められてしまい早期の避難が困難になることが想定されます。南海トラフ巨大地震で特筆されるのは津波被害の甚大さです。津波による死者だけでも最悪23万人に達すると予測されています。高波が海面近くの海水だけが動く現象なのに対して津波は海底から海面までの膨大な量の海水が動くため、そのエネルギーは比較にならないほど大きなものになります。南海トラフ巨大地震では震源域が陸に近いため津波発生から到達までの時間が短いことも特徴です。東北地方太平洋沖地震では最大波の到達が最短でも25分だったのに対し、南海トラフ巨大地震の場合は数分での到達が想定されます。東日本大震災で釜石市の中学生たちが実践した避難行動は津波から生き延びるための確かなヒントを与えてくれます。地震を感じた彼らは津波がまだ見えないうちに直ちに率先して避難を開始し、自分たちはもちろん彼らに釣られて避難した地域の人々の命をも救ったのです。地震を感じたらすぐ少しでも高いところへ。津波から生き延びる方法はただ一つ、津波が来る前に高台や津波避難ビルへ逃げることなのです。南海トラフ巨大地震のように規模の大きな地震では小刻みに揺れる周期の短い揺れに加えてゆらゆらと大きく長い時間揺れ続ける長周期地震動が発生します。長周期地震動に共振した高い建物は長時間にわたって大きく揺れます。特に高層階になるほど揺れは大きく、たとえ建物自体は持ちこたえたとしても家具の転倒、移動などにより室内では大きな被害が発生します。東日本大震災では震源からおよそ300キロ離れた東京新宿区の超高層ビルの最上階で振れ幅が最大2メートル近くにも達する大きな揺れが10分以上続いたと言われます。南海トラフ巨大地震では震源域に近い中部圏や近畿圏、さらには離れた首都圏でも長周期地震動が強く発生すると推計されています。超高層ビルの上層階では固定されていない多くの家具が転倒し、キャスター付きの家具は大きく移動するなど危険な凶器となることが想定されます。南海トラフ巨大地震は被害の規模も広がりも東日本大震災以上と想定されます。超広域にわたる被害のために従来の国や自治体、公共団体などによる救援・支援のシステムが機能しなくなること、怪我人や病人などが同時に多数発生する一方で医療機関の対応力が低下し十分な医療が期待できなくなること、避難所のキャパシティを超える避難者が発生するため避難スペースや仮設トイレなどの確保が困難になることなど、劣悪な環境下での生活が続くと想定されます。これらの課題に対して国は建築物の耐震化や津波に対する避難計画の策定などハード対策とソフト対策を総動員した総合的な対策を推進しています。さらに公助に頼らない一人一人の対策も不可欠です。求められるのは自助・共助の精神に基づく心構えと取り組みです。日頃から防災教育や訓練に取り組むほか、発災に備えて備蓄をするなど一人一人の自助の力、家庭や地域の共助の力を高める必要があります。南海トラフ巨大地震対策についての最終報告では死者数は最大32万3千人、これは東日本大震災のおよそ17倍に相当します。また倒壊および焼失棟数の合計は最大で
238万6千棟、東日本大震災の18倍です。上水道は最大3440万人が断水により使用不可能。それに対して給水車は日本全国から集めてもおよそ1000台です。停電は最大2710万件、東海、近畿、四国ではおよそ9割が停電すると予測されます。固定電話回線や携帯電話基地局の被災でインターネットに接続できないエリアも発生します。交通施設被害により消火活動、救命救助活動、ライフラインの応急復旧、物資輸送などに著しい支障が生じる可能性があります。帰宅困難者は京阪都市圏で最大およそ660万人、中京都市圏で最大およそ400万人と想定されます。避難者は断水や停電の影響を受けて発災1週間後に最大およそ950万人発生すると想定されます。このような状況下での避難所生活は大変過酷なものとなります。体育館や公民館などの硬い床での寝起き、水・食料の不足による空腹状態、断水により十分な洗髪・洗顔などができない不衛生状態、特に水が流せないことによりトイレは大変不衛生な状態になります。避難所ではプライバシーの確保も難しく、心身ともに非常に厳しい生活が続くことになります。南海トラフ巨大地震で我が国が被る経済的被害は最大でおよそ215兆円、これは東日本大震災の被害の10倍以上、日本の国家予算の2倍以上にもなります。被害想定は我が国にとって非常に甚大で深刻なものです。しかし今後適切な対策を取れば被害を大きく減らすことも可能です。例えば揺れによる建物の全壊数は耐震化率を現状の 79% から 90% に上げることでおよそ6割まで、耐震化率 100% ではおよそ2割まで減らすことができます。しかし仮に建物の全壊・半壊を免れたとしても、家具や家電製品などの転倒・落下が原因で怪我をしたり命を落とす例も決して少なくありません。住宅内の安全確保のために家具などを専用器具や金具を使って固定しておくことが必須です。気象庁は震源近くの地震計で地震の発生をキャッチすると、震源や規模、予想される震度などを自動計算し、強い揺れが各地に到達する前に緊急地震速報として知らせる体制を整えています。また津波の発生が予想される場合は、沿岸での津波の高さを予測し、高さに応じて大津波警報や津波警報、津波注意報を発表して早期避難を促します。早期避難率が低く津波避難ビルも活用されない場合と、全員が発災後すぐに避難を開始し、かつ津波避難ビルが効果的に活用された場合を比較すると、津波による死者は1割まで減らすことができると考えられます。市町村が作成した津波ハザードマップを活用して、避難すべき高台や避難タワー、避難ビルなどの取材を頭に入れ、日頃から避難訓練を行うことが大切です。地震火災対策には、大規模地震の発生時に通電を遮断して電気による出火を防ぐ感震ブレーカー、住宅用火災報知器や防炎カーテンなどの防炎品、住宅用消火器なども有効です。南海トラフ巨大地震発生の直後は深刻な交通渋滞などにより外部からの物資補給が難しく、水や食料が不足することが想定されます。そのため家庭では最低3日分、できれば7日分の飲料水、食料を備蓄しておく必要があります。保存の効く食料や飲料水を多めに買い込んでおくなど、日常的に対策することが重要です。また水洗トイレが使えなくなることを想定して災害用簡易トイレを備えておくことも重要です。
都会では備蓄が一層重要です。高層マンションではエレベーターが長期間止まることを考えると通常の備蓄では足りません。企業や学校などは従業員や教職員、生徒が一時滞在できるように水、食料、災害用トイレなどの必要資材を備蓄しておくことが望まれます。南海トラフ巨大地震の発生を防ぐことはできません。しかし備えることで被害を最小限に抑えることは可能です。避難の指針や備蓄の目安を目標に、まずは備えることを始めましょう。特に自然災害においては想定を超えることもあることを肝に銘じ、常に今できる最善を尽くすことが大切なのです。